帰り。どこ行ってたの？水木以外の女のところに行ってたの？ごまかしてるの。わかるんだからね。そうやって、水木以外の、水木以外の女を見る目なんて、くり取っちゃうからね。あ、目が覚めた？ここ？水木のお部屋だよ。水木以外を見れないように。目隠しをして、手足も縛って、凍れずー！あー！ここでずーっと暮らすんだよ。レナのことだけは見ていてくれるよね。ね。ね。私の言うことが聞けないの。約束したよね。レナとの約束が守れないなら、閉じ込めておくしかないよね。嘘つき。もうこれで終わってもいい。だからありったけを。なんだ。